おはようございます。ジャスト株式会社代表関正幸です。今回は、はい、お互い理解し合えるため、はい、どうしたらいいのか、はい、どうなればいいのかって話、相互理解の話なんだけど、はい、ちょっとね夫婦喧嘩したんで、はい、ね、窓ちょっとエアコンが壊れて、はい、窓開けようとしたら雲が入るからつって開けさせてくんないんだよね。ほんで俺も切れて、はい、そういう話なんだよね、はい。何が起こったかっていうと、雲は僕にとっては別に怖くないんですよ、うん、彼女にとっては怖いんだよね、はい、で、それが理解できないと、うん、話が進まない、うんうん、という話なんだけど、結局ね、感情にいかにフォーカスするかっていうのが結論なんだよね。感情にですか、うん、はい、例えばね、はい、例えば、またグラフになっちゃうんだけど、犬好きだ、うん、A さん B さん C さん D さん、犬好きですよ、こう好きのね、はい、A さんはこれぐらい好きですよ、 B さんかわいい、 D さん実は好きじゃない、うん、で今度はで D さんに A さんが犬ってかわいいよねって言っても怖い、うん、で気持ち悪いと思って、いくら何匹持ってこようがダメなんだよ、うんうん、ただ逆にだよ、今度はねヘビ、うん、これ好きだね、今度 A さん B さん C さん D さん、ヘビはこの D さんはヘビは可愛いと思ってる、うん、犬ぐらいで、 C さんまあほとんどまあこれマイナスだね、マイナス、まあ、ほとんど好きだって人いないんだけど、うん、D さん、この D さんにヘビが、あ、じゃあ、D さんに犬がどれだけ可愛いかっていうのを説明するにはどうしたらいいと思う？あなたがヘビが好きなぐらい、私は犬が好きよ。そうそうそう、そういうことで、あなたにとって、私にとって、D さんに、よく訳したけど、はい、A さんにとっての犬は D さんにとってヘビと同じぐらいだって、はい、いうことを言えば、ああ、そうなんだって話なんだね、うんうんうん、で、人間って出来事に対する反応とかもしくは湧き上がる感情に関してはもう千差万別、まちまちで、うん、ただ、感情に関してはほとんど種類が少ない、うん、多分7つぐらい、うん、まあ大きく分けて2つだと思うんだよね、不安なのか楽しいかと、プラスマイナスのどちらかと、まあ、細かく分けるとまたあると思うんだよね、はい、ただね、それ人間の言語に比べたら圧倒的に少ないね、うん、で共通してる人類、うん、なのでなんか感情にフォーカスすると理解し合える、分かる、はい、大概の場合あいつおかしいこと言ってるねって言った場合、おそらく例えばね僕らね僕ら自動車事故保険との関係やってる上都合上自動車事故なんて日常茶飯事だから、うん、全然こうインパクトにならないんだよ、はい、でもある単純なお客さんに対してはすごい不安になるんだよね、うん、だからビクビクいろんなこと言っておかしいことも言うかもしれないけど、だけどこの B っていうのは僕らとすると僕らでも初めてなことってあるよね。例えば何？例えばですか、うん、初めてで怖いこと、初めてで怖いこと、うん、何でしょう、突然言われてもあれですけど、うん、なんかうーん突然富士山登りとか言われたら怖いですね、エベレストはエベレストなんてもう超怖いね、想像もできません、うん、はい、なので自分やこう A さんが感じている感情と同じレベルのことを自分でイマジネーションで持ってきてあげると、うん、あこの人すごい怖がってるの分かるよね、うん、ってなるね、だから感情の共通項を見つけてやる、はい、で
あの A さんと同じ感情を自分はどこのどういう場面で感じるかっていうのを探し出すと、うん、ああこの人こうなんだ。で結局あの僕とかなり、あの例えばあの雲怖いでしょ、僕はあの蛇が家に入ってきて怖いと思うんだよ、うん、あ彼女は蛇が家に入ってくるのと同じ恐怖を感じてるんだって分かると、うん、あほんならばあの対策を練ろうってね、うん、そういう話になってくるんで、うん、ほんならあのそうじゃないとさ、なんかこの暑いの窓開けなきゃ変じゃないと単純に喧嘩になるんだけどね、うん、でそういう話です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。